厳しい寒さが続く中、今シーズンも自宅で足元が冷え込んでいます。こうした中、人生で初めて自宅でスリッパを使い始めました。例年厚手の靴下を履いて対応していましたが、今シーズンの寒波により厳しい状況が続いていました。こうした中、毎年のように知人は、靴下だけでは温まらない、スリッパも履いた方が良い。その一方、僕は、スリッパは洗えない、靴下の方が洗えるし清潔で良い。寒波で予断を許さない状況の中、対応策を求める気持ちがありながらも、依然靴下のみの使用が続いていました。こうした中、今シーズンついにこの状況が打開されました。某メーカーの洗えるスリッパに出会えたということです。その名もルームシューズ。使い始めた僕は、なんとも都会的なネーミング、洗濯から乾燥にまで対応した、まさにスリッパのイメージを覆す画期的なアイテムだとコメントしています。ルームシューズの使用は湿気の多くなる梅雨入り前までを考えているということです。続いても寒波の影響によるニュースです。連日の冷え込みで手の乾燥による物の落下が後を絶ちません。コロナ禍におけるこまめな手洗い消毒の繰り返しにより、特に近年手の乾燥が悪化の一途をたどっています。そのため手のひらがカサカサし滑りやすい状態が続き、よく物を落としてしまうという事故が多発しています。これまでに入ってきている落下物は、スマートフォン、イヤホンなどの身辺機器、さらには財布、キーケースなどの革製品が被害に遭っているということです。実際に落とした僕は、電化製品を落とすたび壊れてしまったのではとヒヤヒヤします。革製品は多少傷がついてもそれも味と思うようにしていますとコメント。現在はハンドクリームなどによるこまめな保湿で対応しているということです。ここで新たなニュースが入ってきました。速報です。今年のラッキーカラーが判明しました。今年のラッキーカラーが判明したということです。2022年に入り、先ほど今年の占いを何気なく目にしてしまい、ラッキーカラーが緑だったことが分かりました。ラッキーカラーは緑でした。これにより普段から主に黒色ばかりを着用し、あまり意識したことのないラッキーカラーを今年は意識せざるを得ない状況に陥ったということです。こうした中、僕によりますと、YouTube チャンネルで着ているパーカーの色がどうしても気になってきたということです。先ほど改めて確認したところ、現在メンバーのパーカーの色は青、白、緑、ベージュの4色で、およそ1ヶ月前、現場では誰が何色を着るかという議論があったということです。その際、僕は何色でもいいよ、残った色でと不用意な発言をしたということが分かっています。今後については折を見て、斉藤慎太郎アナウンサー、別名シンシンの緑のパーカーを着ることができないか交渉を重ねていくとしています。今朝早く東京都内の台所で今年一番の幸せな光景が見られました。最高に気持ちの良い瞬間とのことです。東京都内に住む TBS アナウンサー近藤佳子によりますと、今朝早く朝食で食べようとゆで卵を作っていたところ、今年一番最高に幸せな瞬間があったということです。本人によりますと、6個の卵を茹でていて殻を剥いていると、そのほとんどの卵の殻がきれいにつるんと抜けたということです。これに対し近藤佳子は、こんなに連続で綺麗に卵の殻が剥けることはそうそうないことです。とても嬉しく思います。今年一番の幸せな瞬間でしたとコメントしています。ゆで卵は明日の朝も作る予定とのことです。